科学リテラシーには、サイエンスライティング、数学、情報工学などに対するリテラシーも含まれる。これらの分野は、科学の手法、観測、理論に深く関連しているためである。アメリカの国立教育統計センターによると、科学リテラシーとは、個人としての意思決定、市民的、文化的な問題への参与、経済の生産性向上に必要な科学的概念。 手法に対する知識と理解であるとされる。また科学リテラシーのある人物とは以下に挙げる能力を有するものとされている。従来のアメリカにおける科学教育改革は1957年のスプートニクショックや1980年代の日本の経済成長などに対抗する形で加速してきた。しかし現在では 科学リテラシーという言葉は、科学及びその社会における役割を、万人が実用レベルで理解すべきであるという意味合いで捉えられている。それは、万人の権利であると同時に、責任ある社会の一員としての条件であるとも、みなされている。また科学リテラシーがあれば、多くの人々はより良い選択ができるようになり、日々の生活を豊かにできるとも考えられている。 アメリカにおける科学リテラシーは、すべてのアメリカ人のための科学及び、ベンチョ・マークスフォーサイエンスリテラシーの発表に伴って、1980年代後半から1990年代前半にかけて、その転換期を迎えた。本来の定義には、人々が理解すべき、詳細な内容も含まれており、この傾向は、生物学、科学、 物理学などの伝統的な分野においてしばしば見られた。しかし地球科学に関しては、その広域にわたる地質学的な作用に対して、幾分協議に定義されていた。そのため上記の文献が発表された後の10年間に、わたって海洋科学者や教育者たちは科学リテラシーに対する考え方を改めて、より現在的でシステム思考の視点を取り入れていった。 その変革に伴って、海洋や気候、地球科学などの様々な領域に関する科学リテラシー計画が生まれた。またこの変革によって、教育者たちは自らの科学リテラシーに対する考え方を、現実世界の現実の科学の進歩とその方向性に同調させることができるようになった。ありがとうございます。